宝塚古墳お墓山石山馬塚、信のぼの大塚伊勢神宮宝塚古墳の位置、宝塚古墳は、三重県松阪市宝塚町、光町にある古墳2期の総称。宝塚古墳群を構成する古墳の2つ。国の史跡に指定され、1号墳の出土品は、国の重要文化財に指定されている。三重県中部。 松坂市街地から南方約3キロメートル、坂内川右岸の低級領地上に築造された古墳2基の総称である。一帯では1号墳を名主墳とする少なくとも88基の古墳が確認されており、これらは宝塚古墳群として認知されたが、1号墳、2号墳の他に4号墳が現存する以外は、戦中、戦後の開墾、宅地開発で消滅している。 宝塚の古墳名は昭和初期の鈴木敏夫の分布調査における村人からの聞き取り調査による。これまでに1998から2003年度に松阪市教育委員会による発掘調査が実施されている。1号墳、2号墳は、それぞれ当時の伊勢地方を代表する大型前方後円墳、ホタテ海形古墳で、古墳時代中期の五世紀初頭。 五世紀前半頃の築造と推定され、愛前後する主張母に位置づけられる。特に一号分では多量の円筒埴輪の樹立が認められるとともに、出島城施設の全面的発掘調査が実施されて、多種多様な継承埴輪の政作も認められており、築造には山東県からの講演が想定される。その背景として、 山東王権の外交と見られる近隣の古代港の的方との関連が注目されており、同様の様相を示す古墳として、三河湾沿岸部の消防寺古墳も知られることから、これらの地が海上交通の拠点として王権から重要視された様子が示唆される。出島城施設の調査によって、当時の古墳祭祀が解明されたとともに、 大和王権による東国支配の進展を考察する上でも重要な要素を担う古墳になる。1号墳、2号墳の古墳域は1932年に国の史跡に指定されているほか、1号墳の出土品は2006年に国の重要文化財に指定されている。現在の古墳域は史跡整備の上で宝塚古墳公園として公開されている。宝塚一号墳は、 宝塚古墳群の主墳。形状は前方後円墳。1998から2000年度に松阪市教育委員会による発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を東方に向ける。墳球は三段築成。墳球長は111メートルを測り、伊勢地方では最大、三重県では第4位の規模になる。 噴球表面では吹き石、埴輪が検出されている。噴球北側には、手島城施設が付され、発掘調査ではその全面調査が実施されているが、特に多したような継承埴輪が出土した点が、特筆される。主体部の埋葬施設は、未調査のため明らかでない。この宝塚一号墳は、古墳時代中期の五世紀初頭頃の築造と、推定される。 被壮者は明らかでないが、当地の豪族のいい高し祖とされる、おつかまめ地名に否定する伝承がある。当時の伊勢地方では突出する規模、内容の古墳になるが、埴輪には、在地的要素と外来的要素の並存が認められるため、被壮者像としては、大和王県から伊勢の支配を異常された、在地系有力者と想定される。宝塚一号墳と同様の様相の古墳として、 伊勢湾対岸における西三河最大の消防寺古墳においても、三段築生の墳球、やや単小な前方部、吹石、円筒葉には、継承庭にはの本格的な採用、島城以降が認められており、両古墳が山東県による回路確保を背景として築造された様子が示唆される。古墳の規模は次の通り、築造規格としては、一広を154センチメートルと、 する、小広が基準弱として想定される。噴球一段目は北側のみで確認されているが、南側については当初から存在しなかったとする説と、後世の消失とする説が挙げられている。前者の場合、噴球北側には手島城施設も伴うことから、北面が正面間とされた可能性が指摘される。主体部の埋葬施設は、 発掘調査が実施されていないため明らかでない。ただしレーザー探査によれば、公園部分超過1.2メートルにおいて、南北方向を主軸とする全長約7メートルの粘土核の存在が推定される。その他、前方部分球場では、家型埴庭が出土しているが、この地点にも埋葬施設が存在した可能性が指摘される。また、出島城施設の南西裾において、 縦型埴庭を用いた埴庭棺と見られる埋能が認められている。この埴庭棺は吹石を壊して設置されており、吹石工事以降のものになる。出島城施設公園部から望む。右は、主墳丘前方部。主墳丘の北側では、付帯施設として、出島城施設が認められる。この出島城施設は作りで乗る意になる、付帯採取施設とされるが、主奮級に、 直接取り付く作りでとは異なり、主噴級から離れて一致し、土橋で連結されるもので、類例としては、須山古墳が知られる。宝塚一号墳の築造時点ではすでに作りで島城施設とも成立しており、手島城施設が採用された背景は、必ずしもつまびらかでないが、一説には、文字通り島として、海をイメージした可能性が指摘される。この手島城施設については、 これまでに全面的に発掘調査が実施されている。発掘調査によれば、出島城施設は首レブ前方部側から北方に位置し、土橋で連結される。二段築生で、一段目は東西18メートル、南北16メートル、上段は東西13メートル、南北10メートルを測り、上段は主墳丘の二段目に対応する。施設上面については、 構成の作兵のため築造当時の様相が明らかでないが、施設裾部については、現位置を止める多数の埴輪が検出されている。それによれば、出島城施設の東裾には、同水施設型囲い形埴輪、家型埴輪を中心とした、一群、西裾には、遊水施設型囲い形埴輪2点を中心とした、一群が廃され、土橋の東西裾部には、 船形派には一点ずつが廃されていた。現在、この出島城施設は実物大で再現されている。船形派には左が推定選手側、右が推定戦備側。これまでの発掘調査で検出された出土品は次の通り。出土品の葉には265点、瓦家、土製品11点の計276点は国の重要文化財に指定され。 現在は松阪市文化財センターで保管、展示されている。宝塚二号墳は一号墳の北方に位置する。形状はホタテ貝形古墳。2001から2003年度に松阪市教育委員会による発掘調査が実施されている。墳形は前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形で前方部を南南東方に向ける。墳球は 公園部が3段築成、前方部が2段築成で、前方部の一部は道路工事の際に作閉されている。墳糾表面では吹き石、埴輪が検出されている。埴輪のうちでは1号紛で見られる壺形埴輪は、なくなり、変わって朝、顔形埴輪が使用される。主体部の埋葬施設は、未調査のため明らかでない。 この宝塚二号墳は古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。築造時期、規模の点で一号墳の広大主張墓に位置づけられるが、この二号墳以降の伊勢地方主張墓は規模が大きく縮小する様相になる。古墳の規模は次の通り、一号墳と二号墳を比較した場合、墳形の点では、ホタテ海形は前方公園型より隠したとされる。 一方で公園部直径、高さの点では2号分の方が大きく、かつ築成の点では1号分は地山主体であるのに対して2号分は森土主体であるため、築造の労力は1号分に匹敵するとされる。また築造規格としては、1号分、2号分には同じ基準着の仕様が推定され、立地的にも1号分の地割りの延長上に2号分の地割りが収まる点が指摘される。 一帯では1号分、2号分の他に4号分が依存するが、かつては88基の古墳があったとされる。その中の1機は前方後円墳であったとされ、1号分、2号分と並び市聴系符上にあった可能性が指摘される。注釈区出典宝塚1号分に関するカテゴリー、宝塚2号分に関するカテゴリー、ありがとうございます。